ハルスラム。Are you listening? はい、どうも、ハルです。今回紹介するのは、じゃん、こち亀シールウエハース。こち亀。正確に言うと何ですか？こちら、葛飾区亀有公園前発出所。ハルとは漫画読んだことないよね。ないよ、絶対。ね、でもね、これすごい昔からあって、お父さんがそうだな。小学校の中学年ぐらいから読み始めたかな。へえ。うん、何しろ40年歴史が。で、単行本が200巻です。まあ有名だよね。ものすごいですね。僕も聞いたことあるんです。スーパー大ロングセラーでございますね。はい、では早速開けていきます。じゃあまず1ウェハース目。懐かしな1ウェハース目。ウェハース開封久しぶりだね。超久しぶりだ。じゃん、花山理科。おじさんですね。おじいさんかな。うん、ね、名前女の人だ。これはちょっとかなりマイナーなキャラかな。はい。知らない。よくわかんない。覚えてない。よく覚えてない。ニューウェハース目。こういうの久々だな。ランウェハース目。今日は何クリームですか？ココアクリームです。本当はバニラがいいけどな。これ誰っすか？ドルフィンデカ。でも嫌ってない。なんか嫌ってますね。メタリックシールですね。10インシール。メタリックシール出ました。知ってる？知らない。知らない、やばい。マイナーキャラ続出。お父さん小学校の頃勉強ばっかりしててあんまりこち亀読んでないから分かんないんだよ。嘘つけ。バレた。バレた。ラストウェハース。もうジジイになったから覚えてないだけなんでね。でも若いよね。あ、シークレットかも。両津勘吉。それともホロカードかな。ホロカシークレット。シークレットっぽくない？っぽいよね。多分ホロだと思うな俺。シークレットだから。嘘。 SEC って書いてある。やった。SEC って書いてた。やった、シークレット。あ、出ましたね。うわ、本当にうわ、シークレットよく出すんだよ。相変わらずうまい。安定のうまさだね。うん。相手で今日はね、なんとリョウさん来ました。出ましたね、シークレット。嬉しかったです。では、それでは戻ってね。